精一杯演舞させていただきますので、皆様手拍子、足拍子、お心拍子のほどよろしくお願いします。それでは参ります。からくれないに水くくるとは、青い空のもと誰もが聞き惚れる美しい笛の音が響いていた。笛の主徳子の次女横笛、花見の席に彼女の笛の音は花を添えていた。花見をしていた武士斎藤時頼、笛の音に導かれ歩み寄る。そこに佇む横笛に武士は頬をあからめる。二人は思い合い、世界は彩りに満ちていた。続かない。武士と次女恋が許されない身分の差。武士は家の名誉を守るため、次女に会わぬよう王城院にこもることを決意した。彼から伝えられたのは断りの音。共に過ごした楽しき時が終わりを告げる。次女はその事実を知り袖を絞る。山思いに入り塗る紫の殿、誠の道に我を導け。涙に明け暮れる日々が続いた。このままではいけない。立ち上がることを決意し歩み出した。でしたね。続いての演舞は
大阪府